ケンちゃんです。ゆうちゃんです。僕たちの遊び場。はい、僕たちはですね、うん、2.5 次元俳優と言われることが多いじゃないですか。多いですね。2.5 次元あるある話をしたいと思います。おいしょ。ええやん。ということで、みんなに書いてもらったので、書けましたね、さっき、発表していきたいと思います。はい。まあ、やっぱり、あるあるなんで、うん、あるあるってなってほしいな。なったら、そうやな。うん、誰からいきますか。なんでもよ。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、じゃあ、よいしょ。どうぞ。でれん、じゃあ、舞台に来てくれる。ざっくり言うとね、なんかその 2.5 の早い、ちょっと説明が早い。まずさ、あるあるとかないないやりたいのに、いきなりハテナが頭に出てきたんですけど、舞台に来てくれるって説明を、説明だから原作ファンの方が気になって舞台に足運んでくれるやん。トリちゃんのファンじゃなくても、そうなくても、で舞台に来てくれて舞台の面白さを知ってくれる。なるほど。これはね、 2.5 ってやっぱ素晴らしいと思う。確かに舞台ってことを楽しんでくれる。そう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 。だって普段多分家とか、よくそのファンネタいただいた時に家にずっと引きこもりっぽい感じでずっと見てたけど、勇気出していって、いや面白くて舞台にハマったみたいな。確かに。そこからハマる人もいますもんね。連れてきてくれるから、それはもうすごくいいことじゃないですか。そうそう、あるある。うんうん。いきますよ。じゃん。誕生日が増える。は？え？嘘。これあるあるでしょ。誕生日？え、2.5 次元舞台はキャラものやることが多いじゃないですか。ああ、そういうこと？そのキャラの誕生日。え、祝われない？その自分がやったキャラの誕生日。祝うよ。俺もよ。そう、だから誕生日が増えるなっていう。え、なんで？嘘。なんか、うん。まあまあまあ、そうやけど。え、舞台上で祝われたことない？俺あるね。俺あるな。ないわ。あるわ。たまたま自分がやってた作品のキャラがその公演期間中誕生日で、ああ、だから俺も別にさ、サプライズとかか予期してないじゃん。確かに。おおみたいな感じだったよ。なんかありがとうっていう感じだ。でもその時はキャラだから、キャラとしてありがとうったんだけど、そういうのはありました。なあるな。なるほど。じゃあ僕、ちょっと現実的になっちゃったかもしれない。お前いつもそうや。じゃん、稽古場が遠い。だって 2.5 次元とかじゃないよ。舞台以外でしょ。え、本当ですか。でも 2.5 次元その音楽とかミュージカルが多いから言ったら近隣迷惑とか、あとやっぱ舞台面が広いことが多いから、やっぱその東京以外、まあ、埼玉、千葉、神奈川とかの方が多くなってくるじゃないですか。それはあるわ。で、考えたらちょっと毎日通うには遠いかなーって。倉庫とかもあるもんね。そう、だからあれだよね、稽古場のテンションの上がり下がり結構ない。ある、あるな。だって冬の倉庫ってもう死ぬでしょ。もうね、悲しい。だって絶対みんな大体ユニクロのウルトラジャンプ買うんだよね。もう歩きやすい。絶対来てるから。本当に駅まで行かないと周りなんもないとか、ご飯屋さんに来たくても。で、二択だよね。狭くて綺麗なところか、広くて汚いところか。確かに。だって自販機も大体売り切れやからな、欲しいやつ。確かに、わかるわ。これはめっちゃあるね。思いますね。じゃ、もう一個ある。もう一個あるよ。はい。だからもうクレームやな。クレーム、何不満やなんて。袖に携帯持ってきよる。いや、もうこれはもう本当に俺もね、 2.5 次元俳優あるある。ある。だから多分みんな写真撮るんやろね。あー、でもその時って本番中とかスタッフさん仕事してるわけよ。で、他の役者も仕事してるやん。写真撮るなや、休憩中に撮るんやったよ。全然本番中に袖でもいじっとくらやつ、ほんまクソくらよ。袖に持ってくるのよくないですよね。もう全然見るからな。誰ですか。いや、もうだ、言えへん。言えへんけど、腐るほどおるな。でも、それに対して、まあ本人じゃないけど、結構多分、トリちゃんそれで若いやつを、まあ判断じゃないけど、ボコしてる。誰かボコしてる。違う、それはね、手は出さないけど、手は出さないけど、こう、あいつはそういうやつやから、みたいな、その、そこを見て、割と、判断する。確かに。どんなにいいお芝居してても、そういうなんか人としてのところ割と礼儀はな。確かに。せなあかんという。袖はあかん。確かに。昨夜であれ。さあ、健介。はい、2個目。これもちょっとね、これも。はい。ファンがキャスティングになる。どういうこと？あの、ファンの人が自分の好きなアニメとかあるでしょ。それを、ツイッターとかでさ、健介くん絶対この役に似合いますよね。って言って、そう、絶対これなんでみたいな、があって、まあそれが実際に結びついたかどうかは知らないけど、やっぱ事前にネットとかで見て、たまたまそれになってる時とかあるから。あるんや。それはびっくりだし、すごい。あとこの先に作品のタイトルだけが発表された時、この作品やりますってなった時、あれにはこのキャラクターがいるから、もうファンが自分たちで勝手にそのキャスティングしてるよね。当てはめて。
だからまあこのあるあるを見て、ね、まあまあ夢をね持ってる方も多いと思うので、輪が広がったよね 2.5 のおかげで。確かに言ってた、ゆうたろうが。なんてあのストレートの舞台は、うん、あの仕事仲間ができるけど、うん、2.5 次元は友達ができるって言ってた、うん、だからお前学校友達なかったやろ。違う違う、いました。闇このキャラにされるのちゃんといましたから。10代楽しんでいました。でも実際この2人も同じ舞台になってから、まあ、そうだね、そう、友達、まあ俺らのおかげで運命変わったからな。お前うるせえわマジで。ありがたく、やめろ、感謝しよう。そのキャラやめろ、感謝し合いから攻撃し返してくるの。学校っていいとこやぞ。うるせえうるせえうるせえ。もう話ぶれちゃった。ぶれちゃったけど、まあこんな感じでですね、はい、2.5 次元俳優、お、応援して、まだまだいっぱいあるからね。まだいっぱいある、まあそうですね、いいとこも悪いとこもあるんですけど、良いも悪いもぜひあの応援していただけると嬉しいです。はい、チャンネル登録&高評価よろしくお願いします。最後は森美優さんのリクエスト、トリちゃんの名物アゴ丼アゴキスでお別れしましょう。お待たせします。夏名物になったか分からんけど、アゴドーンやってアゴチュっていうことよ。だからそれをちょっとやっていただきたい。せーの、アゴドーンアゴチュー。やけましたじゃん。ごめんな。